皆さんこんにちは。じゃあ今回はちょっとカイト君と一緒にサップセッションをやっていこうかなと思います。で、僕たちはあさってにサップの大会があって、まあそれの練習を兼ねてね、今日は動画も一緒に撮ろうかなと思います。大会のちょっと詳細を教えてください、カイト君。湘南の茅ヶ崎でジャパンカップがオープンされるので、それに僕らは出場します。で、まあ日にちは12月の4日の土曜日に開催される予定で、まあ大会自体は7時半からスタートとなって、まあ12時ぐらいのスケジュールで、まあヒートが終了する感じなんで、まあ朝からだいたい昼なんで、午前中でね、まあ僕たちのサップサーフィンの部門は行われる感じなんで、ぜひね、まあ湘南に住んでる人たちだったりとか、まあ近くにねいる人たちはぜひね応援にね来てもらいたいなっていうのと、まあそれこそ、まあ、僕とカイトもそうですけど、弟のルイだったりとか、まあ全国からもね結構サップサーフィンだったりサップレースのトップサーファーたちが集まってくると思うんで、かなり見応えのあるね大会になると思います。で、今予報的には少し波もありそうだよね。ありそうです。で、今日は木曜日で大会の2日前なんですけど、明日は結構多分オンシャーがすごい吹いて風波が上がって、で、大会の当日はそんなに風が今の予報だと吹かない感じだったのかな。なんですごい波もあって多分見応えのねある試合になると思うんで、まあ波が小さくても大きくても本当トップ選手はすごいね演技してくれるしまあ見応えは十分だと思うんですけど、まあ大会に出る人たちだったりとかもね、ぜひ一緒に頑張りましょうということで、まあ今回は試合前のセッションやっていこうかなと思います。で、今日は波のサイズが腹前後ぐらい、たまに胸来るか来ないかぐらいなんですけど、ちょっとねオンシャーが吹いてきて少し面がざわついてはいるんですけど、形は結構いい感じなんでね、まあその大会のスコアを出すイメージをしてのライディングだったりとか、まあ普通に久しぶりに波も上がったんで、まあ楽しくサップセッションやっていこうかなと思います。で、カイトもね最近ボードを短くしたんだよね。ボード短くした。もともといくつ乗ってた？もともとは76乗ってて、はい、今は72にある。72、長さがかなり短くなったと思うので、まあちょっとそこら辺のねライディングもちょっと見ながら一緒にやっていこうかなっていうのは思います。まあそのボードも短くなって波のサイズがあればさ、かなり動きもより良くなると思うんで、ちょっとその動きだったりとか、まあそれプラスボードが短くなったんで安定性に関してもちょっと意識してねやんないと、なかなかこう波待ちの時だったりとかパドルの時とかが難しいと思うんで、ちょっとまあその辺のフィードバックも込めて一緒にやっていこうかなと思います。じゃあ先僕から行っちゃっていいですか？そうです。じゃあこれからやっていきます。
れ様です。まあ、今ざっと2セッションずつ海に入ってきて、でまあお互いね20分1ラウンドを2回やった感じで終了しました。結構あの後半苦戦してたんじゃない？マジで無駄だ、ね、何もできねえじゃん。だから結構そのカイトボードをこう短くなって、まあ僕が見てた感想なんですけど、結構一発のハマった時のターンは以前よりこう軽々しくこう縦に当てて、しかもこうキレがあるような感じでできてたんだけど、結構その途中の緩慢なセクションとか結構変に力入っちゃって詰まっちゃってたから、なんか変に無駄にこう力入れて無理にしごかなくても、ちょっとパワーゾーンキープしてもう少し待って、普通にパドリングとかしてスピードつけた方がいいと思うね。だからボード動くからもういろんなセクションで技したくなるんだけど、それだとそうやっぱりできる場所で技入れて、こう無駄な場所でやっぱり技とか入れちゃうとそれが失速になっちゃったりして、だからやっぱそういうのももう少しこううまく使い分けられるといいターンっていうのが今1回しかできてなかったから、それが2回3回っていう風につながってくるかな見てると。何もしなくていいところで見まくったりしてる、なんか変に走っちゃってるんだよね。だからもう少しこう波のスープの位置をもう少し戻ったりしてあげて、もうちょい波がこう張ってくるように、あの自分でその位置っていうのをもう少し調整してあげると、だボード短いからそう速いセクションとか逆に多分もっとスピードついて抜けられるようになってると思うから、ちょっとそういうのを意識したらより良くなってくるかなっていうのは思いましたね。よし。でも調子いいんじゃない？ボードは。調子はいい。ね、すごい良さそうなんで。だから今日は結構波がねすごい軽かったから、まあ自分もやっててもすげえ難しかったから。でも逆に力のライディングとか見てても、まあ、無駄が全然ないなって気がしたね。そういう風に言われてみると。そうだよね。あの。最初は変に走らずもうボトムターン行って技して、で結構2発目とかのターンは結構戻るターン多かったと思う俺の今日ライディングが。で戻って最後こう張ってくるまでちゃんとスピードつけてから最後大きいアクションとか入れるように俺は意識してたから、やっぱそういうのをまたよりボードも動くようになったから意識してあげると、いいクオリティの技っていうのが何個もこうできるようになってくると思うので、ちょっとそれを意識して大会でつけてください。あと1日、明日まで。もう反省練習だよこれから。まあね、もう本当あさって大会、今年最後だね。俺もサーフィンサップ含めて今年最後の大会で、ジャパンカップって結構こうすごい大きい大会なんだよね。サップレースの試合がメインだったんですけど、今回はサップサーフィンもやるということで、俺もその大会初めて出るから。あ、そうなんだ。そう、まあみんな初参戦っていうことなんで、応援来れる方は来てもらって、まあ一応予定では動画も一応撮影しようと思ってるんで、見れない人たちはこのねチャンネルで後日次の週かなに上げられたらいいかなと思ってるんで、ぜひご覧くださいというところで、はい、今日はこんな感じでいいですね。大丈夫です。まあ大会会場でカイトを見かけた人はバナナあげるかちょっと彼喜ぶんで。写真撮ってほしい人とかいた、ね、あ確かに結構この子の写真あんまり流出してないんで拡散してもらって、はい、もう盗撮バンバンしちゃって大丈夫です。まあ今日はこんな感じで、まあ、終わりにしたいと思います。まあ大会はねこう切り替えてしっかりみんな頑張ってやると思うんで、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。今回も皆さんご視聴ありがとうございました。